さあ、続きまして8組目、アサヒ食品でございます。チームコンセプトは土佐物語琴穂儀の帰郷、薩摩の国から土佐の国へと嫁入りする姫の一行をイメージしております。花言葉が変わらぬ愛、気品、誠実という意味がある帰郷を添え、よさこい節の歌詞、薩摩おろしがそよそよとのつながりから、旅の途中で揺れ動く姫の心情の変化や一行を襲う突然の雷雨、やっとたどり着いた土佐の国のにぎやかな宴の様子や姫の祝福など、ストーリー性を持たせ、振り付け、音楽、衣装で表現しました。それでは、アサヒ食品土佐物語琴穂儀の帰郷、いざ参らん。
ありがとうございました。朝日食品の皆様でございました。いかがでございましたでしょうか。土佐物語ことほぎの奇境をご覧入れました。さあ、坂道での演舞もね、9組中8組までが、皆様に舞をご覧いただきまして、残すところはあと1組ということになりましたけれども、